はい、こんばんは。悪意のある第三者による商標登録が今 Twitter にトレンド入りして話題になってますね。オリジナル制作者である東宝の寸志でもない人からいきなりゆっくり茶番劇が商標取られて問題が起こっているのですよね。確かにこの人はユームクリアス所属を名乗っていますが、これ実は誰でも参加できちゃいますからね。実際大手のウームとは無関係であります。この商標登録はゆっくり界隈や東宝二次創作界隈の人たちに非常に大きな悪影響を与える可能性が高いんですよね。突然商標登録で、一番美味しいところだけを持って帰ります。皆さんが大事に大事に作品を育てても果実、報酬の部分だけがね奪い取られてしまう、著作権の申し立てとかも実際に来てるみたいですから、リオローは年間10万円の請求。それじゃあね、どうすれば良いのかっていうと、正直現実的な路線としては異議申し立て期間が過ぎてしまっているので、裁判で悪意の出願、商標出願の排除が可能ですから、これに訴えかけていくしかないですね。また無効審判は5年以内ですから、ゆっくり茶番劇を投稿して商標利用している人たちが団結をして対処していくことが重要であると思います。ありがとうございました。